いやーね、今日からあの新メンバーで、なんか太陽と静子君があのポーンっていなくなる、はい、っていうのはあの寂しいですけども、ね、目の前にこうしてね、カントリー娘さんが、はい、あの目の前にカントリー娘がいてくれることは嬉しくないんですけども、ね、あのカントリー娘が来てくれたおかげで、はい、山崎社長から大量のワインをいただきました。わお、おめでとう。だからあの毎週ゲスト変わっていただけるとあのワインが手に入る。リナもワイン専門のタコワンまでいただいて、どんだけだよ。でもワイン用のタコワン、ワインのおつまみで、え、何を、牧場で作ってるチーズとお菓子を持ってきたんですけど、あ、牧場で作ってるやつ、そうです、あの要するに、はい、よし、福藤さんじゃあ田中さんじゃないですか、はい、牧場で作ってる、はい、チーズなんだ、これ、そうです、あ、これはいいです、ね、ケーキなんですけど、こんなの作ってるの、はい、すごい。で、これがカマンベールチーズで、あ、俺これ、あ、俺買ったことあるぞ、これ、え、本当ですか、おう、え、どこで、え、売ってないの、これ、え、どこで売ってましたか、いや、買ったことあるぞ、これ、ありがとうございます、見たことないぞ、はい、あ、これチョコレートです、おお、え、え、牧場で、そうです、すごい、そう、ミルクが、牛のミルクから、あ、なるほど、そうです、色を作ってるんや、はい、これが一番のナチュラルチーズコンテストで優勝したトムチーズっていう、え、優勝した、はい、すごい、どういう戦い方するわけ、それはこれリングの上じゃないですか、すごいですよ、これ、これがユースタケル君がやってる牧場でこんなんできるわけ、君はそこで働いてんやろ、はい、お願いします、はい、これも食べてみます、それ何、これはデザートチーズでマスカルポーネとレアチーズクリームです、うわぁ、それは彼女も一緒にこう作ってる、いや、私は土を絞る係なんですけど、土を絞るの、はい、あ、そう、これたまにあの牧場主はあのいつも土絞ってるの申し訳ないから、たまには君のとかいう話はこういう下ネタの話、これ、爽やかな牧場やから、爽やかな牧場やから、爽やかですから、あのね、言うとくの、田舎の牧場とか、南の国の田舎の方が絞れたばっかりやねん、そういうとくけど、あ、そうですか、もうそんな、ね、細かい会話してる暇ないから、大きな下ネタが多いでしょ。あの、いや、そうなのよ。あの、大体そうなのよ。あの、ああいうところに。下ネタ多いよな、きっとな。どういう会話、下ネタが多いよね。いや、ほんとに。下ネタ自体が分かるじゃん、ちゃいますか、いや、分かるよ。アホやないの。この子らはアホやないの。いや、分かるよ、いや、可愛い女の子やからね。え、いくつといくつなんですか、今、リナ19歳。あ、まだ19歳、はい、彼女は、アサミは16歳。あ、ごめんね、父の話とかそんなしてね。まだ16歳。言うたでしょ。なんでもね、あの、シスコムやないねやから。ボンバーやないねやから。マイナス10歳ですから。なんか、16歳。選手までより。美味しいよ、これ。美味しいです。ありがとうございます。ボンバーでとか、そんな会話しちゃいまんねん。ね、せやらしいの。俺20超えてるほしい。わかりますやん、ほら。田舎のボスや、あれやんか、顔がね、幼いもんね。いやいや、いや、幼いで、こんな時期に幼いじゃないですか。まだ16歳。はい。うわ、偉いね。今僕に当てられてんの。はい。え、あの、学校行かずに、学校は一応。行かずに行ってるんで。行きながら、夜間の学校行ってるわけ。いや、違います。本当は君、牧場働いてないやんか。え、働いてます。いつ働くの。え、牧場にいるときはです。学校行ってんやろ。学校は、通信、通信教育。あ、通信教育、俺空手やっとったの、通信教育で。やってあ、通信教育で学びながら、あの、牧場手伝ってるわけ。そうです。なんでそんな牧場なんか手伝おうって、好きなの。大好き。ちなみに、あの、どういう係なんですか、牧場の。私は、お前もう少女にものすごい優しい質問やぞ。うん、どんな係な。犬の担当。あ、牧場や。犬を飼ってるんです。あー、はい。犬の血で絞ってるんだ。いや、犬の血で絞ってるんだ。犬怒るやろ。慣れてないからね。なあ、普通、それ牧場の仕事ちゃうやんか。いや、でも犬は40頭以上いるんですよ。あ、本当？はい。犬ぞりの犬。あ、犬ぞりレース出すための。え、犬でぞり作ってるわけじゃないんでしょ。違う違う、それ犬ぞりレース。犬ぞりやから。
でんな。あ、そうなんだ。いやいやいや。君は芸能界に入りたくって、そこ入ったんじゃないの、牧場に。牧場が好きで入ったの。そうです。馬と一緒に生活したかったの。馬と一緒に生活したかったの。はぁ。馬に養ってもらいたいわけ？あ、馬が好きなんだ。あのね、ほんとその気持ちを大事にね、あのね、あの僕と仕事するとね、はい、あの事務所の人に断っといた方がいいと思う。そのね、自然とか牧場とか緑とか、はい、そういうのと全く無縁やから、はい、いや俺さ、あの緑とかその牧場とかそういうところに火つける人やから、俺タイプ的に、そう、本当意外なところ。でも僕は守る方やからね。守る方やから。僕は自然好きやから。だから僕は動物はもっと自然に愛したいから、羊とか絞ったけどかわいそうだと思うタイプの方ですからね。でも羊絞らないと痛いんですよ。嘘、君も。牛が、はあ、偉いね。あのね、社長に言うて、やめさせてもらえませんかと、今日多分1時間半喋ると、そうなるような気がするの。その時はごめんね。これ邪魔やから、生き邪魔やから。これ邪魔が違うから。俺ばっかりは。だから16歳の少女には、ひょっとしたら俺のラジオトークはひょっとしたらこう重荷になるか分からへんからもう。でもこれ耐え抜いたらすごいどでかい人間になるよ。これを耐え抜いたらすごいどでかい人間になるよ。ついよ。マジで。芸能界の富士山って言われるんちゃう？もう日本ではもう負けるもんないと思う。あの、本当にね、まさか16歳と19歳だと思わなかったですから。はい、ねえ、かわいらしいね。いつも北海道が出てくる。でかいよね、君らははい、いつも、毎週毎日帰ってるわけでしょ。毎回帰って、で仕事芸能界行くとちょこちょこして、はい、でまた北海道からでっかいよ出てくるわけだ。出てくるわけだ。そうです、今日もそうですよ。今日も牧場から。そうです。牧場から朝かなんか仕事してきて来たの。馬乗ってきました。マジに起きて。すごいな。今乗れるの？乗れますよ。すごいな。すごいですね。あれも調教できるわけ？それはできないんでしょ？いやでも、うん、ガーッと走っても止めれます。怖くない。最近すごいな。楽しい。楽しい。うそー。楽しいの？楽しくないです。だいたいそんなもう、そんなやったらもうクラブのお姉ちゃんと、カラオケ行ってるのが楽しい。それと朝5時からでも乗れるもん。すごいね。すごいよな。馬乗ったことありますか？馬僕は乗ったことありますよ。あ、何馬ですか？え？何馬って普通の和製馬。和製馬、え、じゃあちっちゃいやつですか？馬、普通の競馬馬やんか。あ、じゃあサラブレッドとか。サラブレッドの、乗馬用にしたやつとかね。ああ、じゃあ。番組で乗ったんですよ。ドラマで僕は要するに、役でやったことがあるんですよ。え、乗れますか？乗ったら。ご飯の椅子は乗りましょう。嫌ですよ、その。上手よ。だから、握ったら乗るね。握ったら。握るっていうか、どういうかな。ん？説明したくないの。だって、北海道、でかいよって書いてあるわけでしょ。そうです。すごい。なんでお前乗れるの？アサミはまだちょっと、まだちょっとしか乗れないんですけど、その前、ようやく駆け足が自分で出せるように。すごいやん、駆け足。馬で。はい。あれ、鼻思いっきり切っちゃったらええだけやで。何言ってあんなもん、あれは思いっきりの勇気だけのもんやないか。心が通じない。ああ、通じるかいな、馬となんて。自分のお姉ちゃんとの心は通じないんだよ。馬なんか通じるわけだよ。でもお姉ちゃんの腹蹴りっぱなしやから。それからその代わり金取られっぱなしや。それで馬は。金取られるもんね。はい。で、心通じますよ。そうです。定説持っとるけどね、定説は。でも通じますよ。通じん。通じますよ。バカ、こけよ。そうなんすも通じてきます。通じまーす。おやこいつの。違いますよ。今日は、昨日はなんかそう言ったんですけど、今日は歌を歌ったら、ちょっと嫌な顔してま
くね、やっぱり。言ってるよね。はい。だから、通じる体調もあるしね、馬も。通じるかいな。通じますよ。俺はね、自分のお姉ちゃんと心が通じないのよ。馬と通じるわけないよな。それは、心の問題。そう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 。どっちの心の問題？両方。あらまあ、俺のお姉ちゃんも性格悪いもんね。どうそういう話。いや、なんか、うん。はい、いいですよ、乗馬。乗馬いいですよ。私、馬乗ったことあるよ。田舎の時なんですって、お父さんは今度はね、えら南に住んでるんです。どこに住んでらっしゃるの？石垣島に。はあ、石垣島って、どこ、お父さん何やってらっしゃるの？石垣島。お父さん不動産屋やってるんですよ。不動産屋って不動産屋をやってるんです。不動産屋何やかよ。犬でもやってんのかな、思ったら。いや、でも趣味で行ってて、はあ、畑仕事。趣味で石垣島にするとかっこいいね。いや、でもやってるのは畑仕事、草抜き。いや、そういう一家なんだ。いい緑を愛し、自然を愛する、いいな、そういう人なんだ。人に嫌気をさして。え？いや、人に対して嫌気をさせて、緑に託したり、動物に託したり。はい、一人が好きみたい。ああね、俺なんか人間を愛してしまってるから、まあこの台とかやから出たかないよね。彼女は一人で寝てるでしょ、その牧場で。え？あさみちゃん、どうなってんの、システムは。あさみちゃんは家から牧場で寝泊まりしてるの？牧場に暮らす。暮らすんでしょ？はい。そういう人いる部屋なんでしょ？もちろん。はい。はい。何人ぐらい女の子いるわけ？女の子？スタッフ？女の子のスタッフですか？うん。従業員？従業員は、5人、5、あ、もっといいか。7人ぐらい。それでこういう、まあ、チーズ作ったり、チョコレート作ったりもしてるわけ？チョコレートは作ってないんですけど。え、作ったら言うてやんか。いや、牧場のチョコレートなんですけど、チーズは作ってます。あ、チーズは作ってるんだ。はい、あ、牧場の、これ、名前貸してるんだ。チョコレートとかは。はい、名前貸してた。いや、でも、それ、おいしい。言う、言うてええの？え？するって言わはった方がええんちゃうかな、これからのために。じゃあ、作ってます。君ね、馬と喋れる人は嘘つくわけ？いや、それは、馬も、ほら、ばーっか言うでしょ、たまには。お前なんか、相手してられへんようなことは。いや、LBS Young Town！明石家さんまです。玉井健二です。村上昌司です。カントリー娘のリンネです。同じカントリー娘のあさみです。全略のコーナー、イエーイ。そう、イエーイとか、イエーイ。かわいい声ね。かわいい声ね。本当に。ラジオネームビールセブンからいただきました。さんまさん、玉井くん、そして新レギュラーになった、おかげで日本テレビの船越アナのゴールゴールゴールを23回、28回よりも多くでっかいどうと叫んでるはずの村上さん。当たってましたもう。もう5回ぐらい叫んでますもんね。それから初日でビビってるであろう、リンネちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、怖い、やっぱり初めてこうして。はい、ドキドキします。あ、聞いてみたいね、さんまさんの第一印象ってのは。はい。どんな感じなの？僕ら知ってたでしょ、僕のこと。知ってます。テレビで見て、はい、いや、かっこいいと思ってたんですよ。あ、かっこいいと思ってた。思ってたけど。思ってたけど。いや、めっちゃ。思ってたけど。はい、うん。いやー、なんかかっこいいです、ね。あ、なんかかっこいい。はい。彼女が怖いおっちゃんやなとか思って。いや、どんな感じ？優しい。あ、まだ優しいと思ってんの？はい。あ、そう、よかった。前半トークでもう怖がられてるのかな思ったらね。君あれやね、顔なんかこの、四角やねんね、顔。あさみちゃんって顔、なんか、あの、切り餅みたいな顔やね。なんかね、いや、四角で丸やねんけど、餅みたいな顔なんですよ。要するに、ちょっと焼いてきた。ブワーンとしてる。ね、顔ちっちゃいよね、君も。ねえ、えらい遠くで喋ってるような感じがしますよ。え、身長は？身長は148cm。ちっちゃいんだ。はい。あ、ほんとクラスの一番前だ。そうです。わかれへんよ、通信教育やから。でも成立する場合ないな。あ、中学校の頃から一番前だ。ずっと。せやろね。はい、148でしたね。かわいいね。ちっちゃい子が好きなのよ。このおっちゃんも、このおっちゃんも。ちっちゃい子の方がね、かわいいじゃない。君は何センチあるの？60です。
あ、中途半端やね。そんなことないでしょ。そんなことで60言ったら高い方かな。高いも違うかな。そうでもないよな、今時は。そうです。ど真ん中ぐらいですよ、ね。ど真ん中ね。ちょうどね。はい。いや、でも変わらないラインポジションになって自分ほんま事務所の人に溶け出してやめちゃったから、ね、言うてもええからね、はい、これはこれ俺ちゃんおっちゃんの責任ちゃうからね、おっちゃんのおっちゃんのペースで行くからね、はい、君ら勝手についてきたらええことやから、はい、流されてもいけないしね、はい、そんな綺麗な日本一の清流があるところに座ってるんでしょ、はい、ねえ、日本一の激流トークやからね、ここは流れ早いからね、誰も見たことない、分かったことないからねさんまさん、オリンピック中継お疲れ様でした、はい、さんまさんが陸上のフリーマンの決勝をスタンドで見ているのを見て、うん、昔あの CEO 長島の、爆走再現を期待したのですが、あるかある、僕のアミーゴなんですよって言って白振りされた時ね、さてオープニングからさんまさんのシドニー話で盛り上がっていると思いますが、皆さんの一番印象に残ったことは何でしたか。ちなみにテレビで見ていた私の印象に残ったことは気になることがあります。さんまさんが現役を引退されたされてもう課題立っている津波さんのことをずっと津波選手と言っていたことですというので、まあ津波君はあの津波選手と呼ぶ、癖がついております、はあはあ、もう津波選手という一つのあの芸名なんですね、僕にとっては。で香港にはずっと香港さんとさん付けしたんですけど、香港からそれやめてくれと、はい、俺はね香港さんというこれがサンバネが一つの芸イメージ的に芸名なんですね。だから、津波選手は津波選手という芸名だと思っていただいたわけですね。まあ、楽しくね、はい、オリンピック。あ、君らは見てたオリンピックは。はい、高橋選手がゴールするところを見ました。え？どこ、お城にで？いや、テレビ。はぁ、あ。だからオリンピックのね、はい、テレビでねゴールするとこだけ、はい、なんですか、全般的には見てらっしゃらない。あ、夜遅いと、うん、はい、え、何時に寝るの。9時何時に起きるの。5時。あ、ダメになるよそれ。ねえ、何ですか、すごい健康ですよ。そうね、はい、5時に起きて9時にやって、はい、え、君も。ハサミはもっと早い。え、何を見てる。え、ね、寝る時間ですよね、うん、寝る時間8時半になったらもう布団が入っちゃう。はあ、8時半だと布団入ってるの。あのテレビとかいっぱい知らないのあるんだ、そしたら人気番組でも。なる、うん、そうでしょうね。うん、もう見たい、本当テレビを見たいんですけど、でも眠くなっちゃうから。うわ、僕と一緒だ。うん、僕もすぐ寝たくなるよ。腹が立つぐらいね。いつも頭こすかれてるんだよ。ほんで朝は5時。そうですね、馬乗るときは5時。そしたら10時、12時に寝て馬に乗らなきゃいいじゃない。いや、ダメです。なんでそんな馬がええの。いや、毎日乗らないと上手くならない。はぁ、オリンピックとかまあ昼間もかなりな、この今年は時差がなかったから、かなり 見れた時間はあったでしょうけども。いや、働いてたんで、外で働いてるんで、ね、テレビを見れないんですよ。はぁ、そう、もうほとんど見てないんだ。さんまちゃんの大活躍してたシドニーオリンピックなんかほとんど見てないんだ。少し、はい、でも、うん、はい、噂には聞いた。噂には聞いた。見なさい。新聞とか。はい、新聞とか。結構活躍してるのよ。そうですね。金メダル3つぐらい取ってるもん。え、水泳でね。なんで。ですよね。君も間多くない。こんなオリンピックの金メダリストはこんなベラベラベラ喋りたいですね。ねえ。はあ、可愛らしいね。昼間出てる人の方が印象があるんだ、テレビ的には。タレントさんにとってしても。新聞で出てる人とかはよくわかります。うん、はあ、あのだから一人あの銀メダルになってた柔道の選手方いたじゃないですか。はあ、すごいあれも悔しかったし。ああ、そう、うん。見てないけど、新聞で読んで。いや、ニュースで。ニュースで見た。うん、はあ。どういうふうに悔しかったの。ん、どういうふうに悔しかったの。だってあれは絶対勝ってたのに、ああ、負けちゃった。あのね、人生もスポーツも、ミスジャッジは、つきもんだということだけは覚えといた方がいいよね。ん、ミスジャッジこそ人生なんですよ。いや、うん。
奇跡のモノマネ前でしょ。え？うわ。あのね、スポーツは水ジャッジが楽しいですから、水ジャッジは仕方がないんですよ。我々サッカーやってると、あの騒ぎがわからないんですよ。僕も津波君も同じ意見で、サッカーなんてほとんどが90分の間水ジャッジなんですよ。あ、今のオフサイドじゃないかいとか言うても、はい、もうそれは、あ、今オフサイドかなんなとか言いながらずっと長年サッカーやってると、水ジャッジであんだけ怒るのが頭に出てこないんですよ。もう津波も同じこと言ってるね、やっぱサッカーやってる人間そうなのかなって言って、反則でもないのにホイッスル吹かれたりするわけですよね。そういうもんなんですよね。そう、あのサッカーのスポーツってそういうもんなんですよ。もんなんですよね。だからあの水ジャッジは仕方がないんですよ。我々の考えからすると、君らも水ジャッジが許せないんでしょ。なんでだろうと思って。でも君も水ジャッジがすることあるでしょ。え、どういうことですかね。なんだこの野郎。すいません。違う違う。選択を間違う、ジャッジを間違う。要するにこう、みんなこうすればいいのにって言ってるのに、なんかこっちの方に、方向に行ってしまったりとか、タバコ吸ってダメよっていうのにこう吸ってしまったりとか。はい、いや、社長に嘘ついてサボってみたりとか仕事を。ああ、でも寝坊したことあります。あ、それミスジャッジじゃないよね。寝坊って。そう、ミスやからね。あれ？寝坊して何？寝坊したんだけど、ちゃんと起きましたって言ったこと。それは嘘ついてることやないかい。それはミスジャッジですか？ジャッジじゃない、それは。嘘つきやね。一番ひどいやつや、それ。え？先生怖いでしょ。怖い。違う、許さないからね。そうでね。本当にね、そういうもんなんですよ。はい、間違うことあるんですよ。結婚とか恋人とか、これはほとんどが水ジャッジなんです。え、結婚？まあ、恋愛でもね。でも、水ジャッジが素敵なんですよ、人生は。いや、分かんなくなってきた。いろんなことがあるから、楽しんであって。分かる。だから、あの水ジャッジをそんなにそげちゃダメなんですよ。あ、そうなんですか。人生ってのはそういうもんなんです。まだまだこれからいろんなことあるよ。恋愛とかしたことあるでしょ？そうでしょ？そうしたら、そっと別れたことあるわけでしょ、その話。ミスジャッジだったんでしょ。それは、はい。で、それ。わかりました。わかりましたか。はい、あさみちゃんはね、16歳。あさみちゃんは。はい。ね、恋人とかは全然できないでしょうけども。いや。そう。それは嘘やわ、そんなの。好きな人はいるの？今ですか？今はいない。前いたの？前はいます。じゃあ中学校の時？はい。嘘だ。なんて人？いや、名前は言わないよ。なあ、たかしくんとか？わかんない。ないの？その人とはちょっと電話とかしたりデートもしたことあるの？はい。見え始めるんじゃないの？いや、顔が餅みたいな顔やな。ちょっと焼いたとか、ボワーンって。どういうとこ出るとさ。どういうとこ出るとさ。誰なの話も。映画館とか行ったり。牧場から映画館遠いんやろ？あ、ないですよ。牧場じゃなくて、牧場働く前に。あ、前に。嘘、映画見に行った。見に行きました。なんという映画覚えてる？ターザン。つい最近やないかい。え？ターザンのアニメやろ？そうです。つい最近やないか、あれ。去年かなんかでしょ、あれ。そうですね。冬？はぁー。その帰りは、なんて、お食事行ったりしたの？いや、見て帰りました。はぁい。映画見てるの気をつないだりしたの？かわいいね。もしでも、ボーンコレクター映画で、女子大生の足ずっと触っとったから。ジュンやからね。ジュンやからね。反応してないもんね。かわいいね。かわいいですね。僕らもこんな時代あったんですよ。あった。俺17の時、ものすごい順調だったもん。そうですよね。俺らの時代は硬派が流行った時代ですから、女なんて向こう行けっていう時代なんですよ。あの、女とこうイチャイチャしてるやつが許せなかった時代やから、もう初めてのデートでドキドキして行ったことを覚えてますね。僕は007でしたけどね。僕は全く狩りですけどね。
いや、今映画の話してるわけだ。あ、そうです。全くないよね。あったにしてもすごいやらしい。僕は山へデートは松茸狩りに行ったっ。ああ、うん、そうですよね。小さな恋がメロでもう彼女と行ったことを覚えてますね。だから今でも自分の中の名曲が小さな恋のメロディーなんですね。なるほど。サウンドオブミュージック見たね。ね、でも爽やかな映画。これね、映画ですね。人間っていうのはね、自分にないものに憧れるから、あの、俺は映画は爽やかな映画がもっと好きなんです。好きですよね。はい、ただ面白かった。はい。その人たち、あれよ、ね、大人の仲間入り賞を向け、キスなんかしてないんでしょ、その人とは。してない。してないの。何もなし。ほっぺたにちょっとぐらいはしたかもわかんない。ない。おばあちゃんから。子供仕上げたね。誰から食べるか。おばあちゃんから。まあないから。わちゃええわ。かわいい。それ一回だけのデート。いやあと何回。何回か。はい。鈴木さん、これも別れて話す人とは。はい。電話はしてるの今でも。いやもうしてない。してないの。なんで別れたの、そんな爽やかなデートしてた人が。いや、牧場働きたいから。牧場取ったんだ。そうです。なんでや、牧場働いても付き合いやんの、電話とか手紙とか。いやでも。何。いや電話とかじゃ。何。愛は会いたいもんね。はい、もんならその彼は犬に負けたわけ。え、犬。犬も取ったわけじゃ、あなたは。犬担当でしょ。そうです。ね。はい、はあ、この彼見てるより犬見てる方が落ち着く今は。はい。かわいそうな彼。かわいそう。いや、あさみちゃんのシドニーオリンピック何か印象に残ったの。なんかやっぱ、やわらちゃんが金メダル取った時見てたの。いや、なんかラジオ新聞ラジオ。あんた今時の子やないやろ。いないんだよ。あんた昨日おとといに特答え送り出してないか。赤髪召集で泣いたりもせんかったん、そんなの。ね、はい、あんた水泳なんか前畑見てたんちゃう、聞いてた。頑張れ前畑、前畑やって。それらしいの聞いてた。柔道も実況してた？一緒に全部一緒にしてる。ラジオで？ラジオで一緒にしてる。それは何何の用事してるんですか？うん。なんかあの、うん、タクシーの中で、うん、見えるラジオってあるじゃないですか、タクシー。ああ。あれで。あれで見てた。そいつタクシー乗ってたん？そう。何のタクシーなの、本当そんな時に。どこ行ってた？どっか。ああ、わからないんだ。自分の田中義武さんに変な薬飲まされてないの？え？大丈夫？大丈夫。そうなんだ。大丈夫大丈夫。いや、ないかもしれないけど。全力ヤンドの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、今日来ている新アシストの、アシスタントの、3人はどのようにして選ばれたんですか？ 3 人じゃないです。本当4人なんですね。そうですね。4人ね。3人。あ、交代。あさみちゃんは今日だけなんですよね。あ、あさみちゃんはね。あさみちゃん今日だけなの。はい。今日でお別れ。はい。はい。はあ、そうなのか。毎週来たいよね。行きたい。ねえ。はい。俺はだいぶ楽しいでしょ。はい。ねえ。そう。本当に。本当。はい。どのようにして選ばれたんですかというね、質問。どのようにして選ばれたのかな、知らんやな、本人たちは。気づいたら、なんか。お前、やんたん行けって言われたの。いや、はい、さんまさんとラジオですって言われて。はい。で、その時は、やったーって言ってくれたの。いや、すごい好きだったんです。誰？さんまさん。好きだった。もうやっぱりね、30分喋ったら嫌いだよ。嫌いだよ。いや、気持ちだけ違うのよ。残念なことだよ。残念なの。みんな言う。悲しいお姉さん。悲しいお姉さん。ねえ、ドッグのお姉さんも言う。ドッグのお姉さん。リニーちゃんもね、あさみちゃんもね、強い。え？普通の女の子大体ね、5分ぐらいで泣くの。でもさっきちょっと涙が出て。よう頑張りしたね、あんた。どこで涙出たんや。今もちょっと涙。どこで涙が出た。なんとなく。かわいそうで。かわいそうで。哀れにいるの。哀れ。皆さんさん見て。かわいそう。色の悪い V のセーター。
花がないとかそういうのもほらほらなんでこの V のセーターこれ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 何スポーツジャージ下履いてるんだろうとか俺なんでゴルフシューズ普通の時に履いてるんだろうとかえこれちゃうよね誰ゴルフシューズやねん奥田さんのパキシーの時にタップタップシューズ履いてブレッてどうぞちゃうねんまたこれわけどうして怖いのよねあのね、はあ、あの我々と一緒にあの女の子が仕事すると、うん、声が大きいことにまずそれはなんか、普段あんまりなんか人の声ってあんま聞かないじゃないですか。あ、街に来るとすごい怖い。怖い。なんでそこに来てこのスタジオで俺らがもういやーとか言うてるから余計怖いわけですよね。ああ。ねえ、あとはどこで嫌だったの？その泣きそうになったのどこで？いやなんか自分がその帽子かぶってる姿が鏡に映った時。ないですか？可愛いですよね。はい。可愛いで片付けられないよね。え、なんですか？え？え？可愛いのかね。可愛くないですね。可愛いじゃん。いやいや、それはいい。可愛いやつ見たこの帽子。はい。でもあの、ね、暑いねんから脱いだ方がいいとか思わない？いいよ。おしゃれ。おしゃれ？ちょっと脱いだらどんな頭してるの？脱いだらまっすぐ。あ、この人の顔がまた違うよね。どっちがいいですか？出方いい。あ、ありがとうございます。それはどうですか？俺はかどっちだよ。あ、そうですよ。いいですよ。いいですよ。じゃあどっちだよ。あんたの帽子かぶった姿ちゃうんですよ。よう見てますよ。彼女の。あと一つ言っておきますが、さんまさんに自己紹介しても無駄です。おそらく名前で呼ばれることはなく、いかしたニックネームか、出身地名で呼ばれると思いますが、本人には悪気がないのでよろしくお願いします。なんでいつなんかこんなもの。嫁はんみたい。ものすごい不憫なパーソナリティ。名前とかあんまり僕は覚えられないので。あ、じゃあ、リネです。リネちゃんね、はい。だから、これはもちちゃんとかになってしまったからね、これから。もうもちちゃんですよ。もちおもちちゃん。切りもちちゃんやからね。いいのもらったね。切りもちちゃん。ありがとうございます。あ、あのこれは風の谷のナウシカに憧れたりしてるわけ。ああ、憧れました、すっごい。ああ。でもこれはお花が可愛かったんで、買いました。あ、それはお花が可愛かったから買った。あ、いい、かぶっていいですよ。こんなのか、いや、おかしいやろ、俺が。いや、絶対可愛いですよ。いやいやいやでも親父が家帰ったらこうだったらどうします？お父さんが家帰ったらこんなもんかぶって真顔でおかえり。お母さんですか？うん、がこうやったら嫌でしょ。あさみちゃんちょっと笑いすぎちゃうかな。あさみちゃんね、どうでもお父さんもこんな格好でどうなの？玄関で迎えてくれた家でするよね。そのまま U ターンする戸を閉めてね。それはブレるからどっちかって打ち込む。マモでね。これはマモで迎えるんだよ。めちゃくちゃ濁ってますね。おい、ご飯もしなさい。これ煮えてるところ。こういう男でこういうファッションないのかな。あれか。流行ってください。これ。テレビでいつも被っててか。いつか被ってるの流行ってくるよねこれ。はい。ちょっとネオ教祖様みたいな。あ、そうやね。あれなんかあれ宗教人見てますよ。そうですね。これ熱い。これ可愛らしいですよ。はい。ねえ、こういうのをしながら。でも帽子とると全然顔が違いますね。あ。はい、ものすごくね、あの可愛らしいですよ。はい、じゃあ帽子似合うんですかね。いや帽子似合う。ちょっとかぶってごらんそれ、ほんなら。で、次はトータルファッションに来てるからね、一応。ああ、かわいいかわいい。今しか被られへん帽子やね、これね。そうですね。30、40やってる。かわいい、ほんま似合うね。あさみちゃん帽子は好きじゃないの？いやー、好きなんですけど、でも全部帽子が大きくて。なんで、あ、ダウンサイズがないんだか、頭が小さいから。で、こう、被っても隠れちゃって前が見えなくなっちゃう。あ、そうか、その頭周り、俺でもちっちゃいんだけど、俺ももうちょいちっちゃいちっちゃい言われるんですよ、あの顔。57センチなんですよ、頭周り、あの帽子のサイズが。何センチ？いや、わからない。測ってない。え、ちょっと、うつむいてみ。うわぁ、落ち込んどんな、お前。お前したい。状況判断するんだ。なんかあったんかい。
そのペンでね。もめ、ごめん、ちょっと見せ。大暴走。なんか聞こうか。ちっちゃいよね。顔、手もちっちゃいですね。あ、ほんまや、手ちっちゃいな。ちなみにお父さんいくつ？うちのお父さんは36。36？ はい。うわ、お父さん完璧に似てるわ、俺ら。すごいショック。ゆみさんのお父さんは？で、62です。あ、遅い時のお子さんなんだ。はい。ああ、なるほど、なるほど。36歳と。ほら、僕らより9つも下やん、お父さん。え？うん。そう。ほんと？え？35歳。あ、あれは45歳よ、俺。え、吉武さんより年上ですか？うさぎさん？いや、吉武さん。吉武さん、吉武さんです。あ、多分先輩が思うよ、俺。若いですね。芸能界にも吉武さんより先輩、いつもさんまさん言ってくれるからな。俺も吉武さんって言ってるけども、そうそうそう。吉武さんいくつ？42。あ、そうやな。多分それ、僕は45ですか。こいつも45ですか。もう重みあるやろ。うん。でもね、収入は高校生の小遣い程度。だから1000円ちょうだい。次回募集しようとかないの、吉武さん。吉武さん、ちょっと専務クラスの、ちょっとまあ45ぐらいで、僕の右腕、ちょっと欲しいなとか言ってない？ああ、いや、でも言ったら、あ、牧場ですか？うん。いや、牧場は。僕もそういうとこで働くの好きやから、ね。あ、ほんとですか？じゃあ、働きましょうですね。あ、こいつほんまに好きなの？ほんまに。こいつはもう、自然がもうすごい好きで。ネイチャーですからね。すごい。うちの牧場のチーフマネージャー、すごい好きで。総理のことを。はい、じゃあ、来てくださいよ。うん。でも僕、石垣の方がいいな、お父さんの。お父さんと一緒に草むしりする方が。お父さんはもう絶対いけんからね。え？もう寒いの大嫌いやから。うん。朝早いの大嫌いでしょ。マイナス30度ぐらい。行くんやろ？そんなもん行っちゃうから。でも、あと行ったら寒くない？いや、でも、青やないから分かるよ、それ。もう北海道行ったら半年間は起きてこないよ。出ないよ、家から。そんなことからも出ないよ、半年間は。僕ね、寒さにもっそ弱いんですよ。寒いのは大嫌いなんですよ。でもリネも弱いです。歯がすぐカチカチになります。俺ならへんねん、前出てくるから。よう見てこんなんやねん。でかでしょ。綺麗です。こちら大阪のペンネームアレクサンドルから、全力さんまさん、勝利さん、玉井君、そして新レギュラーの3人、こんばんはと。ところで、前の T&C ボンバーは本番中にトイレに走ったりとか、給料が安いとか、コンサートで踊るたびにブラジャーのゴムが緩んでブラジャー代も、バカにならないなど夢のない話ばかりしてましたが、新レギュラーの3人には芸能人らしい夢のある話をお願いしたいと思います。うん、そんなこと言ってたんですか？もう前はね、ずっとね、前は。もう、解散決まってからというものは、愚痴ばかりだったね。すごいトークでしたね。うん。ブラジャーガイも出ないんですよとか、給料安い。メンバー4人、比べたら、ルルだけ一番高くって、うん、アジャガーっていう、なんていうの、シノダが、シノダがずっと本番中、ルルっていう人の足蹴ってたんですよ。蹴ってたの？もうね、泣いて、わめいて、すごい大喧嘩になったこともありましたけどね。大変だった。そういうのはやめてね。うん、夢の話をお願いしますよ。はい、将来はどうしたいんですか？将来は、うん、もっと馬とコミュニケーションが取れる。おお、そんなに馬好きなの？モンゴル行きたいやんか。行きたいです。もうモンゴル私行きましたけど、もう一生行かないですけどね。行きましたよ。だから馬と一緒。馬の血抜きって知ってる？え？馬がね、疲労してくると血が溜まるんですよ、足に。それモンゴルの伝統でナイフで足バッて出すんですよ。足から血がビャーッと吹き出すんですけど、それは馬の健康にいいんですよ。それ死なないですか？死なない、死なない。不思議なことに、その血がピタッと止まるんです。何分かしてると。だからそれはモンゴルの馬の調教の仕方なんです。いや、残酷やねんけど、モンゴルのやり方はそれやからね。そういうようなことは、モンゴル行っていいよ、羊いっぱいいるし。毎日羊食べる。そんなに好きなんやね、自然が。はぁ、あ、何があったの？なんでそんな自然が好きになったの？気がついた。はぁ、あ、若い時嫌なことあったんじゃないの？ねぇ。いや。人に騙されたりとか。そうそう、人に騙されたりとか、友達に裏切られたりとか。いや。ないの？はぁ、あ、いや、ありますけど。でも馬はなんとなく好きなんですよ。
なんか、なんか、高校2年生の時に、なんか突然すごい馬が好きだなって思って、で、馬と一緒に生活したいって言ってたんですよ。で、カントリー娘募集ってなって、はぁって思って。はぁと思って。はい。へぇ馬と一緒に暮らせてんのはええよね。はい。なんで将来どうしたいの？将来やっぱ、あさみはすごい犬ぞり。を犬ぞりやってるんですけど、あの世界チャンピオン。犬ぞりの世界チャンピオンになりたいの。ね、ダメですかね。あの犬ぞり乗るの上手なの。あの3年ぐらい前からその吉田さんに教えてもらってたんでしょ、うん、それでよく牧場にしょっちゅう遊びに行ってて、うん、で今年の冬に6頭引きをやってて優勝したんです、うんうん、どこの大会で？あの村の大会なんですけど、うん、牧場のすぐ近くで大会があったんですよ、犬ぞりの。それで何チームぐらいじゃん、中で優勝なの？12、3ぐらい。わー、立派なもんやね、優勝したの。はい。はー、え、女子の部？いや、もう大人に混ざって。男女混ざって？まだ、大人の人に混ざって。はー、女もテクニックとかあるんだ。うん、大体よ。なるほど。そしたらあるんや、なんかそれ。まあまあ、犬の訓練が一番大事なレースですからね。うん、ねえ。そうです。で、世界大会で行くと、映画、何でしたっけ、白銀をかけろでしたっけ。あの映画、私、犬ぞりのレースの映画。はい。見た？見たことない。ナイスで。え？ナイスです。犬ぞりのレースがあります。の映画がありますよ。見てみたい。え？見てみたい。いや、見たらいいじゃないか。はい。サイト教えてもらえ。で、借りて帰ってね。はい。うん、白銀をかけるやったかな。そうか、違うな。うん。何回犬犬走りかなんか。ねえ、もっとわかりやすい。うん、そんなんでしたよ。白銀を。なんかそうなんですよ。うん、ビデオもないんでしょ、ビデオショップも近所に。レンタルビデオ屋さんとかないんですか。ああ、見たことない。え、俺は喫茶店とか今どうすんの。あ、ない。なんもない。コンビニまで車で15分なんですよ。へえ。何してんの。え？何してんの。働いてすごいよ、働いてね。はねえ、ご飯とかそのは？どんなで食べるの？むちゃくちゃ美味しいね。あの肉とか安いから。あ、そうか。ジンギスカン。ジンギスカン。え、みんなで食べるの？はい。ご飯は。そうです。朝食も夕食も。うん、そうですね。今、吉武さん家に住んでるんですよ。ああ。はい。だから、あの、ばあさんが作ってくれたり、お子さんが作ってくれたり。ああ、なるほど。あれ、ちょっと作れんの。はい。いただきますとか言いながら。みんなで食べる。へえ、楽しそうやね。ね、夏は河原でバーベキュー。はあ。あ、企画見ましたね、今。全然。何にもないよ、朝起きたら。俺、真っ暗やねん、周り。夜。星の光だけでしょ。星はいっぱい見えますよ。すごい綺麗ですよ、星。え？星すごい綺麗ですよ。いっぱい見えて。そりゃ、星見るより自分のビデオ見てる方が楽しいよ。出ちゃうからね。これは何ちゅう応援してますか、青木君がいただきます。全力さんまさん、それと玉井君、新アシストの皆さん、こんばんはと。こんばんは。ランドメンバーにおける心構えを、いくつか挙げてみました。はい、あのぜひ参考にしてみてくださいというハガキいただきました。はい、あの不安ですから、この番組の。はい、かなり分かってると思います。うん、あの、1、笑いに関しては特に厳しいので、常に隙を見せないこと。はい、好き。わかりましたね。はい、あの笑いに関しては、あのこのメンバーすごい厳しいんで。厳しいんで。ちょっとの振りを、無駄にしたりとか、はあ、すると、ものすごい怖い目で。もうオチがなかったりとか、うん、したら、うん。あと変なとこで会話止めたりとか。厳しい。すっごいことになるんで。あと呼び出されるからね、便所のところで。はあ、でタバコ目の前でブッカブカ吹かされて、はい、煙ずっと吐きかけられんねん。こちら
嘘よ。そうですよね。いやちょっと、なんか、なんだろう。なんて。そういうことや。これは本当よ。便利な皆さんのせやけど、笑いに関しては貪欲に。厳しい。はい、だから北海道言ったらもう。北海道これはもう忘れよう。なんかね。言うんですか。いや、急に。そんな感じのやから。やっていく上においてはできていくからね。今取ったかんよ。取るか、もう。何も入ってない金庫みたいなもんや。重たいだけで。こちら、さんまさんの鋭い目で突っ込みは必ず泣かされるので、ハンカチおじさんすること。これは聞きましたね。さあ、どんなスポーツをでも予習しておくことと。ワンワンは大急ぎでつけてくださいということで無理やね、それはそれはね、君らはもうこれは無理なことですからね。スポーツの情報は新聞しかないんですもんね。こちら、各自誕生日は3ヶ月ぐらい前から申告することと。はい、これはよくできないね。パーティーやってあげるんですよ、メンバーの誕生日の時は。でも君らすぐ北海道へ帰ってしまうから。北海道そうか、そう。だから夜とか焼肉とかでカラオケとかやれ、パーティーみたいなことは無理でしょ。どうあれこうあれ、いや行きたいです。でも10時ぐらい寝てしまうやろ。そんなもんパカラオケは寝られても困るしね。15時間やからね、9時とか10時。それはもうその1日ぐらい我慢できるの。はい、我慢します。誕生日はいつなの。2月6日です。2月の6日。どういう話やからね。いやもうちょっと私二十歳になるんですよ。あ、そうかそうかそうか。はい。3ヶ月前か。自分は誕生日は7月17日です。あ、うちの前の嫁と一緒か。うちの前の嫁と一緒よ。帰んなさい、16日その方がいいと思う。うん、やめた方がいい。その誕生日良くない、やめた方がいいと思う。それ今日帰ってお母さんに、お母さんに言うとき、直してこい、ね、改めて。その方がいい、その方がいい。なんなら、月を変えてもらったもん。6月にしようか。6月17日でしょ。でもすごい。8月でもええよ。7月11日で前の僕の奥さんと、はい、前の奥さん知ってますね、僕の。はい。あ、知らないやろ、君ら。でもなんか聞いたこと。いや、この16歳ぐらいの子ですよ。そうか。8年前ですから。知らん？知らん子が多いんですよ。前の奥さん、俺誰だったかっていうの。8年前。お母さんがよくなんか知ってるかも。お母さんよく知ってる。友達なの？いや、それじゃなくて。うん、知った。さんまさんと。そうです。全く一緒ですよ。7月中な。カニだでしょ？カニだです。あ、そういや、デビューの時の飲み峠の頃の前の奥さんと顔似てますね。そういや、なんかそうなんだよね。だんだん腹立ってきましたね。カニだやつ。はい、どこまでだよね。16歳。いろんなことがあるのよ、ね、大変なのは分かりますけど、ちょっとずつこう階段を上げていかんといろいろ奥さんに言いたいことがあるんでしょうけどねえ、かわいいね。それ要するに僕は一度でも結婚したことある人ですから、君がタイプなんですよ、おそらく。この僕の体の中には、潜在的な、こういうちっちゃい可愛らしい子が、タイプなんですよ。そうなんです。今度おっちゃんと一緒にタータンでも見に行かへんか。終わってからもいつでもタータンになってあげるからね。ねえ、よかったね。バイバイ。というわけで今日のコーナーおしまい。やったやった。さらいの新コーナー、告知 &T&T ボンバーコメントのコーナー、イエーイ。はい、というわけで、新しくね、レギュラーでリンリンちゃんを迎えまして、はい、コーナーも新しくなるんですけど、その前に、レギュラーの心得を T&C ボンバーの皆さんが、はい、リンリンさんに、ね、さっきのハガキとかぶるかもわかりませんけどね。かぶるかもしれませんね。コメントが来ております。T&C ボンバーさんとはお会いしたことあるでしょ、もちろん。映画で出ていただいてたね。ごめんね、あんな変な出方してあいつら。突然フリスビーから歌歌いだと思わなかったから。ごめんね。俺はチェックしてたことやねんけど。これは噂の映画のビデオで。そうなんですよ。ごめん。
あの T&G ボンバーを止められなかったら俺らの責任やわ。まさかあんなセリフの後に歌を歌い出してね、草むらで踊り出すとは思わなかったもんですからね、ごめんなさいね。ね、すいませんね。映画めちゃくちゃ以上だからね、あいつらのせいで。優勝出演がね、無駄目になった。優勝断ったらよかったのにね。君らも出たらね、これが主役の映画ですよね。はい。で、ここ見て。この人は裏側の人。この人なんでしょ、この4人組でしょ。はい。すごいカラー違いますね、ジャケットの感じ。ああ、ビデオもできたんだ。お兄ちゃんまた持ち顔ですね、これ。持ち顔でしょ。この時のあの、あさみちゃんの顔ってあれですね、あの、田島選手と似ても水泳のね、この間、あの、金メダル取った。はいはいはい。田島、そうか、柔道の山下真由美。違う、違う。本当にね、いろんなものに似てるから。羨ましいね。この顔面ルービックキューブやろ、この野郎。それでは、ティアンドジーボンバーのコメントを。すいません、いちいち驚いた顔するのやめていただけないですか。驚いて。抱きしめたくなる、かわいすぎて。ねえ。かわいい。ねえ、じゃあコメント俺はじめね、彼女はこれ牛の横にいてるのかな、またこれ。ね、パッと見たら彼女、牛に見えるよ、色がね、白くもらえてね。ああ、牛ってのこれ、ね、カントリーガールと思ったんですよ。ごめんね、彼女。カメラがあるんだね。さあ、行きましょうか。じゃあコメントを聞いていただきます。T&C ボンバーでーす。はい、まだ解散してないのね。うん、まだ。まだね、9日まで。なので、T&C ボンバー。っていうことで、こう私たちから、はい、今これから私たちの席に今座っている3人にメッセージを残したいなと思うわけですよ。ですね、はい、あ、アドバイザー、アドバイザーいた。アドバイザー的にはやっぱりじゃあリンネとかはやっぱり、うん、あの普段牧場とかでやってね、うん、あの牧場とかで暮らしてるから、うん、牛だと思えばいいんじゃないかな。その形をあのルルはライオンっていう、うん、そう、まあ、さんまさんを見てライオンって言ったけど、うんうん、例えばね、うん、牛だと思えば、うん、搾乳とかで、あ、上手でしょ。そう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 、搾乳とか、うん、なんならね、もう手が伸びちゃっても、もうさまさまで手が伸びちゃっても OK かもしれない。そうそうそう、あら、どうしたん。それは何、可愛いから許されるの、若いから許されるの。わかんないけど、あのね、平均年齢が低いからって、うん、そんなのに頼っちゃダメ。お、結構こう厳しい意見を。私ら言っても全員20歳以上だったから、大人っていうことで、うん、やっぱりさんまさんも付き合いやすかったと思うの。うんうん、でもまだみんな若いじゃない、うん、そう、だからそれを売りにしちゃダメね。ダメ。あ、これダメ。ラジオでは若さを売りは違う。かな。自信ないんじゃん。まああのアシスタントのことやったらな、あ、本当にあの告知のコーナーとかっていうのは困ったことがあったら、うん、何でも篠田に相談して。そうだよね、じゃあそういうことは篠田経由で、うん、アドバイザー、それでアドバイザーになる、うん、なるよ篠田、うん、告知のコーナーだったらもう、うん、アシスタントじゃなくてもプロになったからね、うん、まあ、小湊的には、うん、まあそうだね、隠し事はしない、これは重要だと思うよ。で、稲葉さん。でもね、あまり出しすぎてもね、うん、そうそう、最後まで。そうそう、だから、ボロを出さない自信があるなら嘘はついてもいいけど、うんうん、ボロが出てしまうようなものは嘘を初めからつかない方がいい。さんまさんにも。あとこれ違うよね。殺人行為だから。うん、だからね、ルルは。ルル的はね、説教されても、泣かされても、噛みつく。ずっと。ついてたもんね。うん、ずっと、打たれ強くなれ。なれなれ、そんな感じで、あの、私たちは楽しく1年半、うん、あのこの席に座らせてもらいましたが、はい、まあ、いつここに戻ってきてもいいように、私たちもね、生ぬるいところにはこう使ってないよね、はい、あ、もしかしたら毎週外にいるから毎週悪いけどガラス越しに見てるから、はい、子供連れて私も見に来るんで、はい、というわけで、あの、可愛がってもらってください、うん、はい、頑張ってください、はい、ということでT&C ボンバーでした。そういうこと、まあ今までさっきまで言ったことも一緒やね。はい、隠し事だけはやめてね。はあ、あのね、僕ね、隠し事されてそれ見つけた時に自分でも自分が怖いぐらいやね。隠
仕事ですか。隠し事だけは、本当に僕ね、隠し事を見つけるのうまいの。表面的なところを見つけるのが下手やんけど、隠し事だけを見つけるのうまいから、それだけ僕に広げるからね。だから気をつけて。だから今までに芸能界の人と誰かと付き合ってたとか、それはないよな。そういうのがあったら先に言っとかないと、ただ後で見つかったら大変なことになる、ね。もし付き合ってる人と芸能界って言ったら、田中義武さんぐらいやもんな、チャンスあるのは。違うのは。いや、そうなんか。何が。いや、もしチャンスがあるなら。え、チャンス、吉崎さん付き合うんですか。いや、付き合わないよ。あの、芸能人で会った人って少ないでしょ。ないない。でしょ、だから、それは大丈夫。それは心配ないよね。あの、ジャニーズの人から電話番号渡されたとか、あの、ね、他のお笑いの若手から、こう、なんか、口説かれたとか。そういうのはないよね。だから気をつけてくださいね。はい。もしあったら。でも、このビデオを見てると、あさみちゃん、写真撮り直してもらった方がいいのかな。それか、いっそのことも、こう、角つけるかね。わかりやすいですよね。みんなが、ドシーンとか言うような。そういう設定ってことにしといた方がいいかもね。かわいらしい。かわいいですよね。日本に今後いるんですね、まだ。まだまだいますよ。これ結構二人も、結構、時間っていうか日にちかかったの。ん二人この映画撮るとき。いや、10日間に撮る。大変だった。今何言った ?10 日間に。映画10日でそうです。はい。何がやんお前、ロマンポルノか、お前らは。ロマンポルノ10日で映画なんか合わんのか。はーい。すごいことやらはったねー。俺も牧場で作ってんの牛からできたこれ。うわー、もう今時ね、映画を10日で仕上げるっちゃ、これはもう、すごいことですよ。驚きましたね、今私、10日と聞いて。これはすごい、10日が、ね、朝から晩まで働きっぱなしだったんだ。はい。辛かった。いやでも楽しかったです。うん、どういうところが。やっぱり、いや、なんか、他の出演、出演者が、とか、とお話もできたし、なんか、そう、いろいろ、その、お芝居とかも教えてもらった。ちょっと待って、また持ち上げてくださいよ。みんなで食べる。おじいちゃん。あ、仕事になるやんな。残ったもんでええわ。ねえ、かわいそう。もう、そこへ来たらあかんよ。ねえ、もうずっと牧場で暮らしときなさい、彼女は。ええと思うな。ねえ、こんなね。ねえ、ねえ。出演者は言うのに5分かかったことですからね。シュッ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 。お父さん、お願いします違うのはい、というわけで、今日からこのコーナーもですね、新コーナーになるのでちょっと告知をしたいと思います。うん、新コーナー、あなたたちのコーナーやからね。そうですね。まあ、いいでしょ、もう、あさみちゃん別に聞かんないね。今日で来へんねんもんな。まあ、今日はおやつしてくれないまだ来るか。まあ、言うても今日で来るから。まだ来る誕生パーティーもせなあかんしね。そうですね。あ、誕生パーティー。ねえ、リンネちゃんよく聞いてくださいよ。はい。はい、というわけで今日から新レギュラーを迎え、新規一転したヤンタン土曜日、そこで私のコーナーも新規一転新企画がスタートします、うん、その名もポツリのコーナー。うん、何なんそれ。人間誰しもが素直になる時があります、うん、仕事を終え家に帰り、食事をして風呂の中で一人きりになった時に一息のため息をついてポツリと漏れる素直な心の言葉。ああ、夜に帰って疲れたとか、そうですね、あ、彼氏に会いたいとかでしょ。一瞬漏れる。昔あのね、あの山口ね、さんがね、あの、しば漬け食べたいで一斉風靡してね、あれ帰った時の一言でしたよね。村上さんなんか家帰った時どんな一言よく多いんですか。そうですね、うん、今日も疲れて、うん、びっくり腰あのね、考え浮かばなかったら別に断ってもいいんですよ。これ素人からもろたやつ今日初めて仕事見てるんです。あの、インターネットで助けられたんですね、じゃあね。彼女なんか寝る前ポツリと一言言うこと、あの部屋にポンと一つ帰った時に、あさみちゃんなんか、やっぱ疲れた、やっぱ疲れるの。
はい、彼女は部屋に帰った時によく言う言葉。はあ、なんだろう。うん。はあ。はあ。あんまりなんか人用とよく言います。あ、なんか行動に関してよくブツブツ言います。うんうん、どういうこと？例えば、なんか、ああ、あれやんなきゃ、ああ手紙書かなきゃ、あ洗濯終わった、お風呂入れなきゃ、あ全部言葉にするんだ、うん、ああ、それはわかる、俺もわかります。ああ寝なきゃとか、寝てからもああ寝たとか言うの、それは聞いてというわけで、新レギュラーを加えたヤンドメンバーは一体どんな言葉をつぶやいているのか、皆さんが、リスナーの皆さんがヤンドメンバーになり変わってつぶやいてみてください。誰が何に対してどんな言葉をこすりとつぶやいているのかをハガキに書いて送ってください。まあね、先ほど出たような例題でね、で大体このコーナー早く終わることが多いよ。あの気にせずにやって、あの間のクッションのコーナーみたいな、ここは、ね、立てないところで、わかりましたね。というわけで、宛先は郵便番号 530-8640 MBS ヤングタウン土曜日ポツリのコーナーまで、それから今度 E メールでも前略のコーナー、ポツリのコーナーなど各コーナーにネタを送れるようになりました、うん、アドレスは全部小文字で、ヤンド YANDO アットマークm.mbs.co.jp になります。全部小文字でよろしくお願いします、うん、それでもう一つ、村上昌司ゾットやろ、お前ゾット人生ゾット助けてください。何、もう一つ告示があります、うん、この後の最後のカラオケボックスサンチャマのコーナーでは、うん、ヤンドメンバーをモチーフにした替え歌の歌詞を募集しています、うん、できるだけ有名な曲の歌をヤンドメンバーの誰かの性格、生き様、お前がやんのそれ、引っ掛けて作詞をしてください。彼女ら歌うまい、うん、大丈夫、歌うまいかな、最近のヒット曲とか覚えてる？それを全部あの歌わなあかんね、メンバーで。ヒット曲ですか？うん。え、ヒット曲も最近知らんの？嘘。うわ。慎吾ママは知ってます。ああ、慎吾ママ、おはよう。はあ、あれ誰が好きなの、ミュージシャンでは？俺羊。と。かけてる、言うと羊言ってしまうから、だ、なんかもう最近、なんで聞いたっけ、なんでもいいよ、で吉武さんとか、いや吉武さんは聞かないんです、嫌いなんかい、や聞かないんですけど、じゃあ憧れの人、わかりました、コッコだ、コッコ、はい、コッコちゃんね、何コッコちゃんって、コッコちゃんいるんですよ、あのシンガーソングライターで、はい、あさみちゃんは、あさみは、なんか洋楽ばっかりなんですけど、お誰聞いてんの、マライアキャリーとかマドンナとか、すごい好き、好きなの、はい、そういうことなんでね、というわけなんでね、リンネちゃんも歌いやすいような曲を送ってください、作詞をして送ってください。宛先は郵便番号 530-8640 MBS ヤングタウン土曜日カラオケボックスサンチャマのコーナーまでです。採用させていただいた方には大人気のヤンドオリジナルスウェット上下をプレゼントします。ただ知らないでしょ、ダッサいの、うん、洗うために縮むの、くじも袖も入らない、恐るべき水曜で縮んでいくの、これが大人気ですね。2ヶ月したら色変わってくる。いや、白が取るんじゃない？え？いや、全部空中的ある。出ちゃう。全部新鮮。それ白くない。はい、というわけで、カントリーニュースの曲をね。はい。あ、ギル何枚出したの CD？ 4枚出した。あ、そんな出してんの？あ、まだ北海道だけなんで。でかいのまた言いますから。はい、そうなんですよ。曲紹介を。はい。それでは、カントリー娘で、北海道を知らない。聞いてください。ネオパックンチョのコーナー、まだやるか。今日は16歳の女の子がいてんねんぞ、お前は。この枠はパックンチョで。ごめんな、そういう16歳、あさみちゃんは何も知られんねんから、タワーさん行ったぐらいやねんから。いやいや、この枠はパックンチョなんで。誰も知らないよ、俺は。なんで、対戦形式という。知らない。あんた、父、モンとか俺言ってましたよ。何回言ってたよ。それから言う、モンまで言ってね。はぁ。かわいい、しゃべるという話。もっとじゃないですか。ごめん、もっとこれちょっと厳しいコーナーやけども、これちょっと勘弁してね。はい。うん、なんで、対戦形式というよりは、こう、これからの人たちなんで、うんうん、ご指導していただくという、ああ、なるほどね。先生からの指導方式で、
はい、しばらくやっていこうかなと思っておりますので、まあちょっと試しにやってみてください。うんうん、一つ今日は一つだけ。一つだけ。今日は試しに一個だけ、はい、やってみたいと思います。河内長野市のペンネーム石原裕次郎さんからいただきました。一つ目のお題。いや本当に石原裕次郎さんじゃない。あれですよね。あれも。ペンネームだよ。同姓同名。いいじゃん。頭蹴られたの馬に。え？頭蹴られたの馬に。いや。蹴られてないのにその症状なんだ。うん。気づくのがいいよね。え？あのね、帰ってから CT スキャン取ってもらいなさいね。はあ、なんか入ってるはずやから、虫かなんか頭の中に。頭の中に。うん。カブトムシが入ってる時あるからね。え？もう出てこない。いつもの引っかかって。一つ目のお題、あったかい。はい。あったかい、うん。これはもう何も教えないまま、じゃあやってみましょうか。あったかいっていうセリフを言わなきゃいけない。うん。はい。ちょっとあのリンネちゃんから言ってみる。はい。この音楽になったらね。あったかい。おう。え？違うもん。違うもん。あざふんちゃんも言ってる。早く言ってね。あの。あったかい。違うんだ。あの横山さんに返信するからね。あんまり長い間待たせたらシャキッとするよ。自信なかったら出ない。いやそれはないんだ。違う違う、お前悪い腕ばっかりするから。驚いて気持ちがないか、ほんま。このコーナー聞いてますよ。パックンチョっていうタイトルがついてるように、ちょっとエッチっぽく、色っぽくというか、色っぽくというか、セクスイーに、うん、あったかい、すごい。あったかい、はぁ。それをちょっと、はい、大丈夫だった。はい、大丈夫だったね。じゃあ、リンネちゃんからやってみようか。あったかい。殴るよ。いい罰が、罰が。うわ、なほんまに殴らないの。身が身構えない。大丈夫だよ。すっごいの言葉だな。殴らない。ごめんなさい。止めるからその時は。僕ら殴られてもね。普通に殴られるのは見て。まあ、僕ら止めるから、それは。はい、我慢してくださいね。はい、あのでも今、殴る気持ちだったから、今。わかる？うん。うん、やらし、もっといない、エッチっぽく。うん。じゃあ、あぞみちゃんが見本見してあげなさい。そしたら、じめちゃんに。うんうん。あったかい。ダメですかね。全くダメ。いや、十分じゃない。わからないから、はあ、ほんであのだって気は勘弁してあげるよ、はあ、あの最後までいかないけども、はあ、彼の背中に頬をつけてあったかいって言ったことはあるのもいいじゃないですか。馬のね。あ、はい、馬のあったかい。嫌やわ、でも気持ちとしたら、はい、気持ちとしたら、うん、よくやる。あの馬が要するに発情期になると見たことあるでしょ。あ、怖いです。怖いの。でもこれから種付けとか死にかなあかんからやね。覚えてかなあかんよ。いやでもすごい怖いんですよ。なんで部屋ですごい乗っかるんですよ。そうよ、大きい高くなんかこの天井ぐらい、なんか馬同士やからね。怖い、見てて。その メス馬 あの気持ちいい。すごい、メス馬もすごいなんか、うん、ってなって鼻息ってなって、その気持ちだからなんかすごい怖いんですよ。怖いんだ、見てて。怖い、はい、怖い。それ仕方ないかな、子孫を残すためやから。お前は本当のエッチなんだけど怖いよ、俺毎回。俺のうーんいう感じやから。言わすというのはあんまないんです。ないです、ないです。だからオス馬の上でうーん言ってる感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。彼の背中に頬をつけたことあるでしょ。ね。いや、牛とかはいつも。それで行きましょう。まあ、それでいいから。それでいいから、行きましょう。はい。はい、高ーい。いや、これね、ほのぼのさんいらっしゃいないのよ。あのね、これ別にほのぼのいらんない。あの、エッチって言うて、どうしようもやんのが欲しいのよ。そっちも、これから必要な芸の幅を広げるためだ。だから、これからドラマで、あの、そういう色っぽいセリフとか出てくるから。これあの、ドラマではもう、その、微妙なセリフ、要するに好き。
ていうのが、うまいか下手かって差が出てくるわけだから、ね、気持ちから行くわけだ。セリフなんてほとんど恋愛ドラマなんて一緒ですからね、そこがうまい下手、良い悪いの差が出てきますから、だから、じゃあ村上さん、やってやってくださいって、これを見よう見せてあげるからね。そんなに若いの？何言ってんの？豆ちゃん？あったかそう。あったかいとか言わない。あったか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 いとか。寒いところからこうね、出てから彼のこう胸のところに。そうそう。嫌なことあったの。嫌なことがあって、はい、要するに、友達と喧嘩して、はい、でもいいから、おで、こう帰ってきた彼が向こうで待ってくれてたの。はい、その胸に飛び込んだ、あったかい。泣きながら帰ってきて、胸に飛び込んだあったかい。はい、リーネちゃんやってみましょう。あったかい。ちょっとマシになってきたから、自分でわかるやろ。いいから。あざみちゃんちょっとやってごらんなさい。はい。あったかい。あ、まだあかん。それもうちょっと、相談に会いました、彼氏と。そうそう、ちょっと設定変わりますね。雪山で相談に会いました。はい、それやっとの思いで、助けられました。はい、で、男女の前に、それも着てるものはびしゃびしゃで、全部、そこの主人の人が、はい、洗濯してくれました。はい、真っ裸同士で、抱き合います。助かったっていう喜びが。喜びよね。それで、あったかい。男女の前好きな人と二人っきり。想像がなんか。裸で。真っ裸で。わかった。男女の前よ。できる。いける。まあ、やってみます。やってみましょうか。あったかーい。おいしいね。いいね。ありがとうございます。なんで、すごい寒くて。で、あったかい。彼の、胸の中に抱かれてんねん。男女の、あったかいもあるけど、彼の方があったかい。そうそう、その通り、その通り。あざみちゃんはできるわ、こんなんできるわ。どうぞ。あったかい。お、このコーナー、終わろう。え？終わった方がええわ。俺やろうか。な、僕らやりますよ。男女の前。はい、じゃあ、待て！じゃあ、男女に当たってちょうだい。あったかい。あったかいじゃないですか。どうも。これ2人に審査してもらいましょうか。男らしいと思うか。そうだそうだ。そうだそうだよね。これが鍛え上げますから。もっと上手くなる。お願いします。演技指導。演技指導。任せとったらもう大丈夫。大丈夫だから。先生どんどん任せなさい。お願いします。そういうところもあるけどね。雨とムチで。雨とムチでね。たまに俺雨舐めたぜ。ムチ舐めたからね。ムチを舐めれるようになれっていう。そうそうそう。はい。はい、このネオパックンチョのコーナーでは皆さんからのおはがきを募集しております。新レギュラーの3人がこれからの芸の幅を広げるため、さんま先生、庄司助手の指導のもと、何でもない言葉をどれだけセクシーに言えるかに挑戦します。はがきにナッチ、ケイちゃん、カヨハネちゃんに知ってほしい言葉やフレーズを書いて、こちらまでお送りください。郵便番号 530-8640 MBS ヤングタウン土曜日ネオパックンチョのコーナーまでお送りください。たくさんのおはがきお待ちしております。コマーシャルです。やったやった、カラオケボックスサンチャマン。毎週毎週、まあね、おもちゃは来ないやろうけども、たまに来たりするけど、だからモーニング娘。が忙しい時にはおもちゃが来るんだ、多分この感じでは。だからね、歌をもっと練習してもらわなあかんと、これいろんな人の歌、演歌とか歌える？天城越えみたいなもんで。天城越えは、クリスマスのディナーショーの時に、ちょっと歌います。クリスマスのディナーショーで天城越え、悪い選曲だね、これ。天城越えはカラオケで歌って友達が、ちょっとリンでも練習した。あれ、何でしたっけ、津軽海峡、景色をディナーショー。クリスマスパーティーで、はい。どんでそんな選んでるの。いや、吉崎さんが、歌えって言って。それよりクリスマスにディナーショーやってんの。はい。で、牧場で、そうです。牧場ディナーショーやるわけ。そうです。レターンがあるんですよ。ああ、そこの客さん入れて。そうです。村の人が。ああ、
来はんの、はい、あ、それは菅原大臣の喜ばれるわけね。あ、すごい喜んで、そうかそうか、そうか、なるほど、ホテルへ行って打ってやるんじゃないんだ、はい、でもクリスマスにあんまり津軽海峡冬景色聞きたくない。寂しい歌ですよね。あなた変わりはないですよ、ほっといてくれちゃうんですよ。そう、だからあのいろんな歌を歌う、まあ、玉井くんっていうのは、まあ、彼はミュージシャンですから、はい、あの売れないんですけども、事務所がもう吠えたがれて今フリーでやってるんですけどもね、ミュージシャンなの、ミュージシャン、昔はもう飛ぶ鳥落とす勢いない、関西からすごいやつやってくれて、つんくさんよりすごいって言われてた、そうなんです、それがもうあっという間につんくさんに抜かれて、後ろ姿ももう見えきましたね、昔はつんくさんと一緒にバンドやったりした。あ、そうなんですか。もう一緒にライブとかやってたんです。へぇー。トムトリ落として食べてんの。うまいのよ、これが。この味覚えたらもう無理ですなぁ。いや、無理だ。だから、今日はあなたたちの新曲を、かけて、かけますけども、はい、このコーナーはいつもは歌を歌わなきゃいけない。わ、うん、かった、はい、今日はもう許してあげるけども、はい、日にを、2曲もかかるなんてめったないことですか。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。それで新曲を皆さんに聞いてほしいなと思って、あ、僕はいらない聞いてごめん、いや、いいです、めっちゃ帰らないのこの人、え、なんで先に言うえ、なんでですか。聞きたくなる気持ちもわかるけど、本当に変えてくれないんで、ありがとうございます。ちょっとジャケットだけ見せてもらいましょうかね。はい、ぜひぜひ。かわいい、おもちちゃん、またおもちです。これも取り直してもらった方がいいと思うわ。かわいいですよ。なんでポコッと遅れてるんでしょうね。これはきっと太ってる。あ、今痩せたんだ。そう、痩せたよね。肩とかがすごい、なんか初め3ヶ月ぐらいね、牧場に来てすごい肌荒れてたんですよ、で、またカントリーじゃなかったじゃないですか、で、ほんと牧場スタッフだったら、肩がすっごいこんなになっちゃって、で、すごい痩せたんです。一生懸命働いてるから。ああ、なるほど、これもなんかね、ポチャッとして可愛らしいですね。さあ、それでは、その歌を、なんというタイトルですか。あ、恋が素敵な季節。ああ、ちょっと聞いてみましょうか。さあ、今日はもう終わりの時間ですから。はい。早い。早かったですか。いかがでした、リネちゃん、今日はやってみて。すごい楽しかったです。あ、そう。はい、なんか、なんかすごく最初は、涙も出そうになったんですけど、今はなんかすごく、嬉しいです。はい、これで終わったと思ってほしい。はい、今日はね、もっと優しかった方がいいんですよ。頑張って優しくいたんです。今日先生出る前精神安定剤をいただいてるから、すごい落ち着いたんです。普段はもっとすごい。これハサミちゃんどうでした。ハサミもすっごい、最初やっぱ緊張しちゃったんですけど、でもすごい楽しかった。あ、そうですか、はい、よかったね。あしたからまたね、忙しい毎日があるんですから、ねえ、すごいよ。僕は朝早起きて仕事をって、昼からイベント3ステージやってたんですよ。これはしんどいよね。雨の日はおじいちゃんおばあちゃんの時にも歌歌うらしい。こんな恋が素敵な季節なんかおじいちゃんおばあちゃんの前歌ったかでね、もうなんか目線がもうなんか他のとこ見てるんですよね。おじいちゃんおばあちゃん、なんか手だけ水をこうやってやってくれてるんですよ。手拍子を作れてるんですよ。頑張っていただいて、また来週ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでお相手は明石家さんま、玉井健二、中野翔司、カントリー娘リンナ、カントリー娘アサミ、はい、さあ、また来週、さようなら。